皆さんこんばんは、浜池助です。本日2024年、9月16日、19時31分です。今日本日徹子の部屋という番組でですね、まあ、あの電波で、まあ、秋子女王の声で、皇族のことを言わない方が、言わんといてとか、そういうふうなあの声が聞こえてきたんですけども、とにもかくにもあのお互いの意思疎通っていうものをしっかりとしなければならないという部分を意識しまして、メッセージを送らせていただきます。まあ、その紀子女王と、テレビに向かって、まあ、一応撮影しながらなんですけども、まあ、それはもちろん公開はできないですし、公開はしないんですけども、まあ、心の声や話してる声で受け答えをしてるんですが、今年撮影されたものでしょうか。その黒柳徹子さんもかなりご高齢で、だいぶ前からその車椅子に乗られていたような気がするんです。ですので、まあ、車椅子かどだったかどうかはちょっと、まあそこでもあのだいぶあの意思疎通ができまして、そのただし、その映像が、まあ、今年の2024年の、8月9日以降に、撮影されたものなのか、それとも以前のものなのか、まあ、その辺のところが分からなかったのと、あとは、まあ、髪の毛、ちょっと横の方、こう、まあ、自分の家にあるその割り勘で、まあ、切っていまして、で、まあ、髪型というか、あのそちらが見た時に、分かるようにということで、あと、まあ、昨日の晩そのインターネットの記事で秋子女王が、この柳徹子さんの、番組に出ると、まあ、そういうふうなインターネット記事を前日に見まして、で明日見ようと思ってたんですよ。でその時どのような現象が起きたかって言いますと、まあ、佳子ちゃんがこう離れたような形で、勝手にこう出てきた言葉が失恋みたいな形になるんですよ。で、それが、どういったことなのか、よくわからないんですけども、まあ、そういうふうな現象があったと。で、まあ、今はもう、秋子さんに対して、どう言ったらいいんですかね、特に怒ってもなければ恨んでもなければ憎んでもいません。で、まあ、あの時の状況は8月9日は睡眠不足にさせられてたんですよ。2時間しか寝てなくて、で朝からそのトラックの車のドアバタンの音やられて、まあ、今までそれでずっと散々その睡眠妨害とかやられてましたから、まあ、そういう風な部分もあって、ある程度その気が立ってる部分とかもありました。で、まあ、とにもかくにも今日その番組を見て意思疎通を交わしたことで、まあ、その明子ちゃんもその僕の件のことで、それだったら泣くっていうことで、まあ、涙目になっていて、涙、流しそうになってたんですけども、まあ、以前のその動画で、その悪く言ってしまっているような内容のものがあったと思うんです。8月9日以降のところで、まあ、髪の毛を染めてたものだからどうこうみたいな形で、まあ、その動画は探し出して、削除をしておきます。以上です。明日になったら、加工様宛に、郵便物を、郵送します。以上です。